で、まあ、前半というかちょびっとなんですけども、肝臓を元気にするためにこの会やっている取り組みをご紹介するのと、あと青い山脈をですね、みんなと一緒に歌っているので歌ってもらえたらなと思っています。でその前にですね、ちょっと私たち肝がん検診という取り組みをしていて、まあ、土日にですね、道内各地に行って、まあ、肝臓の専門医のいない地区で、まあ、肝臓の治療を受けた方がいい方をね、見つけては治療につなげたいというふうにしてやっています。で札幌も実はたくさん先生いるんですけども、肝臓の専門医にかかったことのない方っていうのが結構います。なので一度も専門医にかかったことない方はですね、一回肝炎ウイルスの検査も含めて肝臓の検査をですね、受けてみる機会にということで、来年の2月の15日にカゼル27ですね、すぐそこのところで行いますので、まあ、実費6000円かかりますけども、普通のこう肝臓の専門医にかかるようなエコー検査を含めた簡易的な検査ができますので、ぜひですね、知り合いとかでかかったことない方もいたらですね、進めてあげてください。電話番号はこちらの電話に電話していただけると予約することができますのでね。で、必ず講演の時にこのスライドを出すようにしてるんですけども、まずはじめに健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかなってことを今一度考えてみてくださいって言ってます。で、健康になるためには、まずできるだけなりたい姿を思うことが大事で、病気や悩みのことばかり考えていてもあまりためにはなりません。健康な姿、やりたいことをしている姿をですね、ぜひ思ってくださいってね、患者さんに言ってるんですね。そして気持ちの持ち方も大事で、素直な心で、いつも笑顔で、ありがたいありがとう、いつも感謝を心に思って過ごすってこともね、体の免疫力、治癒力を上げる上でとても大事なんですよっていうことがね、分かってきています。私でもですね、辛くなってくると不満や愚痴、悪口なんかが頭に浮かんできやすくなります。でもこういうことを続けると、さらに体の調子、気持ちの状態、人間関係も悪くしちゃうのでね、無理やりでもいいのでいい方に考えてみましょうよなんて患者さんに言ったりするんですけども、まあ、でもね、こんな病気があってね、先生そんなの無理だよっていう人もやっぱりいます。私も肝硬変だとか肝がんの患者さん見てますと、どん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 悪くなってなくなっちゃう、そんなことをね、いつもいつもこう仕事でやってきているので、本当にこんな仕事やだな、違う科に移りたいななんて思ったこともね、ないわけではないんですね。でそんな時にどうやって気持ち切り替えようかなってこういろいろ試してきたんですけども、まあ、その中の方法でですね、今はこのより楽しいことを思うっていうのをね、やっています。実際にあったことのように思うことが大事で、嫌なこと考えててもためにならないんだよっていうのがね、背景にあります。健康でいるためにも理想的なことを思いましょうっていうことにもつながるんですけども、まあ、実際私がね、そんなしんどい時に何を考えているかっていうとですね、まあ、見てみると体がでかいですよね。で体がでかいと食べるのが大好きですね。で私食べるのも回転寿司が大好きで、回転寿司の中でもしめ鯖が大好きなんですよね。しめ鯖食べてる自分の姿を思い出すと、まあ、ニコニコできるってね、そんな方法を使ってます。まあ、ちょっとよだれも出ますけどね。あとその患者さんについてはね、何がいいかなといろいろ思うんですけども、60歳前後の患者さんが多いのでね、お孫さんのこと考えてみてって言うとね、大抵の方がニコニコするんですね。いや、孫ってすごいなと思うんですけど、でもここで大事なのはね、可愛いお孫さんを思い出すことでね、可愛くなくなったお孫さんはすっかり忘れるってこともコツですのでね、ぜひ覚えておいてほしいかなって思います。そして理想的なことを思うっていうのにも実はコツがあって、できるだけプラスの内容で考えてくださいっていうことなんですね。日本人っていうのは謙虚な民族で、ついつい悪いことを否定していいことに置き換える癖がついています。病気にならないようにしようとか、怪我をしないように、事故に遭わないようになんてね、ついつい言ってると思うんですけども、それであれば最初から健康でいよう、元気でいようって思う方が、もっともっと心も体も元気な方に向かっていくんですよっていうことがね、分かっているので、ぜひね、試してみてほしいんですね。ああ、風邪ひかないようにしなきゃと思ったらね、元気でピンピンしてよって思う方がいいんだよっていうことなんです。そして、まあ、今日なんかはですね、肝臓の勉強会なので、肝臓で一番嫌な病気言ったら肝がんだなって言ってる方たくさんいると思うんですね。で実際外来で診察していても、診察室に入るなりね、先生今日肝がんありませんでしたかって聞いていく患者さんがいます。でも肝がんがなければいいって思うってことは、肝がんのことを一度は考えてしまうことになっちゃうので、それあれば健康な肝臓になりたい、健康な肝臓が自分の中にはできるんだって思う方が、肝臓の治る力ってね、引き出されるので、ぜひそんな風に思っててほしいかなと思ってます。あと、まあ、患者さんとはですね、何歳ぐらいまで行きたいですかなんて話もするんですけども、
自分自身は100歳ぐらいまでいきたいなと思ってるんですけど、最近120歳という人が増えてきてるので、ちょっと120に直そうか考えてるんですけどね。で、患者さんに対してもですね、100歳目指しましょうよなんて話をよくします。でも、こんな肝臓がんの、ね、病気があってね、本当に100歳まで生きられるのかい先生っていう患者さんいます。そしたらですね、正直に分かりませんって答えるんだけど、ただ可能だと思わない限りは可能にならないし、不可能を可能にしてきた人っていうのも世の中にたくさんいるから諦める必要がないんだよって話をしています。私が医学生だった頃、もうね20年以上前の話ですけども、その頃はインフルエンザの飲み薬はできるわけがないんだって言われたんですね。でも今ありますよね。肝臓がんもお腹切って取り出さなきゃ治せないよなんて言ってたのが、針で刺して焼くだとか飲み薬でも効いちゃったよなんて人がいるんですね。ですから長生きしただけもっともっとこういうのがあればいいなという人がいる限り、そういったのが出てくるというのが医学の世界ではね、もう当たり前になってきているので、長生きしたらしただけもっともっといい治療で元気になる可能性があるんだなって気持ちでね、生きていきましょうよって話をしています。今日もね、肝炎の薬、いろいろすごい薬出てきますので、そういうのを見てるとやっぱり生きただけよかったなって思うことがたくさん出てくると思うんですね。で、ここからですね、さらに肝臓を元気にするためにということで、私が今患者さんに治療している中で、超少量のインターフェロン療法っていうのがね、あるんです。これは普通の少量のインターフェロンっていうのも結構ね、やられるようになってきてるんですけども、普通のやつっていうのは、週1回に使う量を半分にしたりだとか、そういった感覚なんですね。私の場合は月1回でもいいからやってみましょうっていうやり方なので、それで勝手に超ってつけてるんですよね。この名前の付け方って結構医者が適当につけてるところありますから、調べても載ってませんのでね、そんなもんだと。で、インターフェロンの量も月1回、週1回を月1回にすれば4分の1だし、それをですね、さらに4分の1にすると16分の1なんていう人もね、いたりするので、そういった経験があるということでお話ししたいと思うんですね。で、B 型肝炎の治療では、ここにあるペグインターフェロンのペガシスっていうのがね、そのインターフェロンの使い方に入ってきます。でこれもですね、今 B 型肝炎の治療は S 抗原の陰性化を目指すということでインターフェロンを使うといいんじゃないかなって話なんですけども、これはですね、実際は90っていうインターフェロンを毎週使うんですけども、それを月1回しか来れないからっていう患者さんやっぱ多いのでね、私の患者さんも遠方から来られる方は本当月1回でも大変だという人がいるので、月1回でもちょっとやってみるかってやってみたんですね。そしたらですね、ここに B 型肝炎のウイルスの量って 2.1 っていうのが結構プラスマイナスでさまよう方がいるんだけども、2.1 でまだちょっと、まだプラスだからなんとかマイナスできないかっていう人たちを中心に使ってみたらですね、こうやって赤いところがね、青いところに変わってるんですね。ですから月1回でもちょっとウイルス減らしたいなぐらいだったら、こんな風に効果のある人もいるんだなと。で、これを続けていくと、どのぐらいの期間で S 抗原が陰性化になるかというのはまだ分からないけども、毎週じゃなくても月1回でもこんな風に効果が出る人いればラッキーだねなんて感じでね、使っています。ですから副作用をすごく心配だという方もですね、少しの量だったらできるかもしれないという気持ちになれるんであれば、先生と相談してみるというのもね、一つかなと思っているんですね。で、この B 型肝炎で小少量というのもやっていますけども、実はその少量のやり始めはね、 C 型肝炎なんですね。以前、そのペガシスというインターフェロンが出てきたときって、今インターフェロンも75歳まではある程度した方がいいよという時代に変わってきています。で、この75歳までの方々をやる前に、私はですね、84歳の女性の方をね、治療するという経験があったんですね。で、この時は180で普通使うところを90にして、週1回使うところを月1回ということでね、4分の1の量にしていたんですね。2週に1回か。で、結局4回やるだけでウイルスが消えちゃって、その後も違う病気で違う病院に入院することになったんでね、やめたんですね。そしたらその後もずっとマイナスが続いてくれて、あら、これで治っちゃうんだねっていうことでね、びっくりさせられた患者さんなんですね。で、そんなこんなでいろいろ患者さんと治療を工夫していくうちにですね、こういった方もいたんですね。この方はですね、180で使うのを最初から90の半分にして、ちょっとでも楽にしたんだけど、ちょっと鬱っぽくなってきたんですね。さらに半分の45にしたんですね。ということは、つまり16分の1の量、月に換算するとね、使えなかった患者さんなんだけども、この量でもですね、インターフェロンやってこの青いところ、ウイルスの陰性化が続いてくれて、最終的にウイルスが消えてくれたんです。非常に気の長い治療ですけども、月1回でやると体もそんなに辛くなくてこの量ね、いける。毎週たくさん使うとね、とってもしんどいっていう方については、
こういった量でもいいから、まあ、がんの抑制だとかね、そういうのにつながってくれるんじゃないかということでね、やったりもしています。で、最近はですね、このシメプレビルっていうお薬が刺さってくれたおかげで、すごくウイルスが消す力が増してきたんですね。今日も泉先生話になると思うんだけどね。で、この量もですね、ペガシス180節が10分の1の18から始めたりだとか、月に1回だとかっていう人もいます。まあ、これは本当にインターフェロンがこの量じゃないと我慢できない、もう辛くてできないっていう人たちだったので、その量でもですね、コペガスってリバビリも減らしてもマイナスになってくれて、まあ、最初の12例の人たちのデータしかまくないですけども、それでも 40% くらいの人はね、ウイルス消すことができたんですね。まだちょっと6ヶ月のデータ揃ってませんけども、少ない量でもこうやって消せる人、副作用なくいっても消せる人がいるっていうことは、インターフェロンをちょびっとでもね、かませることでできる人がいるんだなっていうことでね、参考になるので、もしインターフェロン副作用強いっても最初からやらないで我慢してる人は、こんな風に少ない量でもね、試してみたら効く人いるよっていうことでね、覚えててもらえたらなと思います。で、新型肝炎の薬もですね、来年6月、8月、11月なんかどんどん新しい薬が出てきますので、まあ、その辺はまた泉先生のお話の中出てくると思います。で、 B 型肝炎でも肝硬変の人、治った方が出てきてます。これうちの患者さんですけども、43歳で腹水が溜まったような肝硬変の人だったんですけども、ラミグジンってゼフィクスって薬をね、ずっと飲み続けて9年ぐらい経ったら S 抗原が陰性化して S 抗体もできて治っちゃったよっていう患者さんなんです。うちの患者さんでもね、もう10人ぐらいこういうふうに S 抗体できて治ってきてる人が出てきてますから、 B 型肝炎もね、どんどん治る時代に入ってるんだなっていうことで覚えておいてもらえたらなと思います。私の方の前段の話はこんな感じで、まあ、健康になるために楽しいことを持ってっていると、まあ、ウイルスの治療ですごい少ないインターフェロンでも治っちゃう人がいたんだよっていう話でした。で、最後に、というか私の部分の最後で、まあ、青い山脈を歌いましょうって話になるんですけどもね、ここでなんで青い山脈かっていうのは、私と一緒にいつも付き合ってる人じゃないとわかんないと思うんですけども、患者会でですね、この歌を、ね、よく歌いますので、泉先生の前にこう頭をリラックスさせるっていう意味でね、ちょっとお付き合いください。そしたら電気ちょっとつけてもらいます。ご清聴ありがとうございました。
私の講演会の DVD がですね、若干ありますので、どうしても欲しいという人は、後ろの人に言っていただければ、痩せるコツの話もですね、入ってますので、私が1年間で12キロ痩せたコツが分かりますのでね、よかったら持っていってください。